の革命家になろう。どうもアルガです。今日はキャラメルイチゴロールやっていきたいと思います。3月ってねすごくイチゴがね出てきて一番美味しい時期なんで、それキャラメルと合わせたロールケーキやっていきたいと思います。まあ、後ろでねなんかキャピキャピしてますけど、キャピキャピしてますほら。まあ、そういうことなんで、キャラメルイチゴロールやっていきたいと思います。では行ってみましょう。では材料です。まず卵、これ卵なんですが、今回は全卵と卵黄、卵黄が多めになってます。でここにお湯、まあ水、最終的に温めるんで、まあ、水でもいいんですが、まあ、お湯と砂糖ですね、砂糖。それからこれがキャラメル用の牛乳と砂糖です。こっちでキャラメル作って牛乳で伸ばしてって、で最後にこのキャラメル牛乳みたいのを作ったのをこう入れていきます。で粉ですね、粉はこれふるってあります。ふるっといたら、ふるったままの紙にして空気をね抱き込んであげといた状態にしてあげると後でダマになりにくいので、こうやって準備しておきましょう。はい、それから焼き上がった生地に打つイチゴリキュールとシロップですね、これ後で混ぜるだけです。アンビベ、それから生クリームとグラニュー糖、これ泡立てて、あとでクリームの方にもこの砂糖と、こっちは 47% の生クリームなんですが、この生クリームでキャラメルを作ってキャラメルクリームにします。でいちごと、まあいちごのロールって言っときながらフランボワーズ入ってるんですが、フランボワーズといちごピューレと砂糖で、これまだ火入れてないんですが、これからこう火を入れてねグツグツしてジャムにします。でジャムとキャラメルクリームでロールケーキにしていきます。それではさっきのねジャム、こっちは火つけてジャムにしときます。こっちはキャラメルですね、キャラメル炊いていきます。こっちの伸ばす用の牛乳も温めていきます。ジャムはね砂糖とピューレ全部混ぜて、こうしっかりこう底が焦げつかないように混ぜながら少し沸かしていきます。周りがちょっとね溶けてきたの分かりますか。これで振ります。あんまりこの時にね、ゴムベラでガサガサ混ぜないように周りにこうグラニュー糖をこうね、ちょっとこう寄せて鍋を振るような感じで溶かしていきます。はい、で半分以上溶けたら軽くね、混ぜましょう。これゴムベラでやっちゃってますけど、まあ木ベラとかの方が熱に強いのでいいと思います。シリコンのゴムベラはあんまり長く入れてると溶けちゃうんで気をつけてください。はい、だいたい溶けましたね。そしたらちょっと急激に温度が上がりすぎないように弱火にします。はい、完全に溶けました。そしたらここからね泡立っていくんで、まあ、以前の動画でもキャラメル作ってるシーンがあるんでね、そういうところも参考にしてみてください。この泡立ちを目安にキャラメルの苦味をつけていきます。ちなみに牛乳はこう周りがふつふつしてあったかくなったら OK です。はい、泡立ってきました。そしたらね混ぜます。混ぜながらこう泡立ってきて、今泡立ってますね、分かりますか。この泡が一回こう膨れて少し落ち着いていきます。シューッと、はい、落ち着きましたね。この落ち着いたところで火を止めます。そしたらすぐに液体を入れて温度上昇を止めます。全部入れちゃいましょう。でここでね溶け残りがあったら少し火をつけて溶かし切ります。でこれで生地に最後入れていきます。それでは生地作っていきます。これ全卵と卵黄ですね。まあ通常通り必ずほぐしてから砂糖を入れましょう。じゃあ砂糖入れます。でここもしっかり混ぜましょう。はい、でこの特徴はここにお湯入れます。どうしてもね卵黄が多めなので
生地がとろっとした状態になるので、水分量を増やすことによってちょっとこう泡立ちやすくしてあげます。それからしっとりさせるためもありますね。今日はコンベクションオーブンで焼くんでね、乾きやすいんで、まあちょっと水分多めにしてあげて焼いてあげるようかなっていう、そういう配合です。じゃあこれを大きいミキサーで温めて泡立てていきます。これを温めます。うちはね、こうやって直接火で温めちゃいますが、まあ、家庭でやる場合は湯煎とかでね、気をつけて焦げないように温めていきましょう。42度ぐらいですね、温め温度。はい、じゃあね、今41度ぐらい温まったんで、これで泡立てていきます。で、泡立ててる間に、今日はね、6度りの鉄板3枚分なんで準備しておいて、もちろん粉も準備しておきます。で、後入れのさっきのね、キャラメル牛乳ですか。ちょっとね、泡立ててる間に冷めてきちゃったんで、バーナーで温めます。で、理想は35、6度の状態をこう保ったまま泡立て続けるのが理想的だと思います。泡立ちました。こういう感じですね。しっかり、まあジェノワーズと一緒です。ここにしっかりふわっとね、生地が泡立つぐらい、卵黄多めですけど同じぐらい泡立ちます。はい、じゃあこれでね、粉合わせていきます。はい、こんな感じでね、ふわーっとしっかり混ざったら、先ほどのキャラメル牛乳入れます。はい、生地がこれでできたんで、じゃあ伸ばして焼きます。はい、では3枚乗せましたので、オーブンに入れていきます。この温度で焼きます。クリーム用のキャラメルも同じような感じでね、生クリームと砂糖を温めて焦がして作っていきます。途中で検知します。はい、とりあえずの焼き色はこんな感じ。では検知してもう4分ぐらいやっていきたいと思います。クリーム用のやつもね、同じような感じでキャラメル作って、溶け残りはこうしてね、溶かします。牛乳と違って今回生クリームでやってるんでね、最終的にはとろっとしたキャラメルになります。いいかな、溶け残りがないようにしっかり溶かして完成しました。これでクリームに混ぜるんで冷まします。
生地が焼き上がりました。はい、いい色ですね。僕のねやり方は紙に2枚を敷いてあるので1枚はこう外して、で焼き上がったらすぐこの周りを剥がします。はい、こんな感じでね横剥がします。でこの剥がす理由は、紙にね ついてると紙がこう、生地がこうあって、紙がこう剥がしてあげないとこう縮まってっちゃうんで、紙をこう剥がしてあげると生地がこうすんなりね平らに落ちていきます。はい、とりあえず3枚焼き上がりました。これをねもう1回やって、ちょっと6本1回線でうちは仕事としてやってますんで、もう1回やって6本で巻いていきます。はい、では生地を、ね、焼いてる間にキャラメルクリームを作っていきます。同じ要領でね炊いたキャラメル、これはね伸ばしてあるのは牛乳じゃなくて生クリームなんでね、こんな感じで滑らかになります。これ炊いたらしっかり冷まして、このクリームに8分立てぐらいですかねのところにキャラメルソース入れていきます。まあこれはねシンプルに混ぜるだけなんで、この立て具合とかキャラメルの温度だけ気をつけて混ぜましょう。はい、こんな感じで、ちょっとね後で巻くときに緩いなと思ったらホイッパーで泡立てればいいのでね、最初からボソボソにしないように気をつけてください。はい、それでは巻いていきます。このねジャムというかね、だいぶソースっぽいねサラサラした感じなんで、まあ、ちょっと後で塗りますが生地に染み込みやすいんで気をつけましょう。これはアンビベですね、シロップとリキュールを合わせてあります。それから先ほど作ったキャラメルクリーム、じゃあこれで6ドリ3枚分なんで3枚ちょっと同時に塗っていきます。新しい紙を用意しましょう。で焼き上がった生地ですね、周りは書いてあります。じゃあここに紙を当てて、で生地をこっち寄りにしといてください。でこっちに余白が できるように、で両方持ってひっくり返します。こっち側に余白があって、こっちが余白がないように、で生地紙を剥ぎます。こういう状態ですね。こっち側に手前ね、ここから巻くんでここの紙はいらないです。こっちの紙の幅を作っておいてください。こういう紙を剥ぐときは必ずこう周りから少しずつ角度をつけて、こうじゃなくて角度をつけてこう剥がしていきましょう。その方が生地がね取れたりしないんで。はい、では3枚ね並べたら、まずはアンビベを打っていきます。均等に、これビシャビシャ打ちすぎると足んなくなっちゃうんでね、少しずつまずは打ちます。はい、じゃあ全体にシロップを打ったら次ジャムですね。で先ほども言ったようにね染みやすいので、これ垂らしたらすぐ伸ばします。はい、塗れました。この辺とね、この辺、まあ、全面塗るほどの量にはなってないので、まあ、真ん中辺に、でここはねこうカットしていくんで、必ず横は均等な量じっと振り分けられるようにしましょう。ではキャラメルクリーム、でベルパレットですね、ビンケルパレットで塗っていきます。またロールケーキ自体はね、あの粉気薄い方っていうロールケーキの動画ありますんで、まあ、そちらもご覧いただければ細かく載ってます。
このね、ちょっと見えづらいですけど、こっち側は薄く、この辺がちょっと厚く、また手前が薄くみたいな感じで、こうクリームをこういう感じで塗ります。横の量は同じ量で塗ってください。それでは巻いていきますが、今回うちでね、お店で売っている商品なので、これこのまま巻いていくんですけど、まあ日持ちを考えてね、フレッシュフルーツ巻いてないんですよね。ここにイチゴとか並べたりとか、カスタードクリームを絞ったりして、ちょっと豪華なロールケーキにしてもいいと思います。で、今回はこれで巻いていきます。手前を少しね、小さく折って、でこれが芯になります。この芯に巻きつけていくようなイメージで巻いていきます。この棒にこれをコロ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 っと巻きつけていくイメージで、最後はここの下の紙を押さえて、物差しでちょっとキュッとね、針を持たせて、で巻き終わりが真ん中に来るように形を整えて完成。この下がね、滑ってやりにくければ、ちょっと軽くこう拭いて湿らせてからやってください。手前のここをね、大きく芯を作りすぎないように小さく芯を作って、この芯をギュッちっちゃく丸めてください。これを必ずこう手前でやりましょう。コロ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 。この時右手の物差しはこう緩まないでください。必ずこうキュッと押さえて、で左手でこの下の紙を持ってギュッギュッギュッと、この時キュッとやったこの右手も緩めないで、まだ緩めないで、でちゃんと整えた後にしっかり持って倒しながら物差しを抜く。この紙がちゃんとこうキュッと張った状態で成形して、形が崩れないように、はい。はい、きちっと横から見てしっかり楕円の形になってるように、こういうふうに歪んでたりしないように、きちんとこう成形してのの字になっているように巻き上げます。はい、それでは切ってみましょう。綺麗に巻けてますね。ちゃんとのの字にね、巻けて。うん、綺麗にね、巻けてます。さあ、キャラメルいちごロールいかがでしたか？旅でね、はい、今日ね、試食を長野店のね、ジェラート屋さんから手伝いに来ているよしえちゃんにね、してもらおうと思いますよ。いただきます。はい、こう、じゃあどうぞ。失礼いたします。はい、でこっち頑張っていただいて、いいですか？頑張って、頑張って。美味しそう。ふわふわです。いただきます。はい、いただきます。うまそうに食うね。しかもでかいね、一口が。まあこんな感じで卵黄ね、多めに入ってるんでね、カスタードクリーム入ってなくてもちょっとね、コクがしっかりあるようなタイプのね、ロールケーキになってますんで、いちごのね、酸味とね、ジャムとも結構マッチすると思います。めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいそうです。ありがとうございます。うん、ほろ苦で、ほろ苦がいいね。美味しい。はい、うん、まあぜひ皆さんもこれ、別にキャラメル入れなければ普通のロールケーキになりますし、
抹茶とかココアとかね代用してもらえれば卵黄多めのねコクのあるロールケーキになりますのでぜひやってみてください。レッツトライ。まあ鮮やかがね食べたそうだったんで、はい、あげません。あげないかい、あげないかい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。